ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車が BMW740i M スポーツ、 こちらをご紹介させていただきます。伊藤さん、車両紹介の前に、はい、今日ちょっとあったかすぎるんで僕半袖になっちゃいましたけど、はい、僕、はい、すごいですよ、かなり着込んでますかなりギャップのある格好なんですけど、多分そろそろ寒くなるかなと思って着込んでます。なるほど、はい、そして今回はちょっと屋外で、そうですね、はい、初お届けいたします。はい、でご紹介するのが740i ってことで、はい、そうですね、あの BMW のフラッグシップモデルにあたります。で、まあいろいろ7シリーズもグレードがあるんですが、まあ、サイズ感的にもちょうどいい740ということで、まあ、あのロングではございません今回は。はい、以上です。いわゆるショートボディーということですね。ショートボディですね、はい、まあ、ショートボディーといっても5メーター10あるんでショートなのかどうなのかちょっと分かんないんですけど、はい、まあ、運転してもよし、そうですね、はい、まあ、ラグジュアリーに後ろ乗ってもよ もよしっていう感じですかね、はい、どっちかというとロングになるとちょっとこう後ろメインでないですけど、はい、そうですね、はい、そんなイメージもありますけど、そうですね、はい、ドライバーズカーとしても十分楽しんでいただける、ね、そんな車を今回ご紹介させていただきます。はい、で外観からいきましょうか、はい、外観はもう、 こう定番と言っても過言でない、はい、そうですね、真っ黒黒のボディを、そうですね、ブラックサファイアですか、はい、になっております。まあ、ちょっと色がやっぱりすごくこう発色のいいというか、あの深みのある黒なのかなとは思いますので、ツヤ感がすごいですね。ツヤ感半端ないですね、はい、そして今回ちょっとところどころ黒くなってたりとか、はい、そうですね、まずちょっとまあグリルが、ブラックにちょっと変わってます。あとは 3D デザインのフロントリップがついております。これ 3D なんですね。はい、 3D です。なるほど、ちょっと迫力がかなり、そうですね、あの増す感じになりますかね。そしてもう7シリーズですから、はい、装備的なものはもうフルで、そうですね、カメラにセンサーについてますね、はい、でまあヘッドライトもレーザー LED になってますんで、まあお任せで車の方で勝手にやってくれる、はい、ヘッドライトになってます。まあ、その辺も申し分ないんじゃないでしょうか。そうですね、はい、そしてこっちまで行きましょうか。はい、足元が今回ちょっと珍しい感じの、ね、そうですね、ちょっとホイールが、これあの日本国内仕様ではなくて、おそらく、まあ、ヨーロッパというか、あの本国のオプションのホイールになってます。一応ブラックっていうお色でこれ設定になってるみたいなんですが、ちょっと表面はちょっとクロームというかブラッククロームっぽい、ね、っぽい感じに見えるんですよね。でちょっとこう端から見ると横はちゃんとブラックになっているという、そうですね、ちょっとこれ日本設定ないご色になってます。はい、このいわゆるアメタンでいうとこのサイドウィンドウのところが、そうですね、ちょっと黒で、ね、よく見るとちょっとツートンっぽいっぽい感じになってますね。ちょっとなんかこれ高級感もありつつな感じで、はい、ちょっとエレガントさも、そうですね、はい、増しますよね。ちょっとなんか高級感がかなりアップしてます。これこんなのあるんですね、海外の設定で。そうです、一応ですね、これオプションなのか何なのかっていろいろ調べてて、で、まあ、ちょっとメカニックの酒井さんの方でこれやっぱ海外の、純正だねっていうことで、あ、なるほど、はい、この色は日本にはないっていうことです。なるほど、はい、マニアックなホイールなんですけど、そうですね、まあ、純正なんで、まあ、性能だったりだとか、はい、クオリティも申し分ないと、はい、こんなのがついてで今回の車、特にローダウンとかっていうのは、はい、はい、されてないお車になります、ね、なるほど、はい、ノーマルの足回り。続いてちょっとリアの方を、リアがなんかテールがちょっと黒くなってたりとか、はい、ここはちょっと見なかったことで760のエンブレムが、はい、隠しておきます、はい、ちょっとこれでも明らかにショートボディで760で、そうですね、ちょっとシャレを利かしてるもので、そう、シャレですね、はいはい、僕的にはもう740でも十分すごいですね、はい、十分ですね、はい、どうしてここをちょっと背伸びしちゃったのかなっていう、そうですね、はい、まあでもこれが良かったんですよ。でも僕らだと結構楽しく話できて、はい、そうですね、はい、またすごいの貼りましたね、はいはい、そんなのもちょっとついてます、はい、まあ、この辺はエンブレムですからね、そうですね、まあ、貼り替えたりとか、はい、レスにしたりとかっていうのは簡単にできますから、はい、はい、まあ、そんな感じになってます。でこれテールがちょっと黒くなってたりとか、そうですね、ちょっとこれはあの後付け の、はい、あのカバーで、なるほど、はい、なっております。こんなのもちょっといじってます。そうですね、はい、ちょっと逆に言うとこっち側がすみません、ちょっとこんな汚い状態なんですけど、あの物はありますんで、はい、あのちゃんと付けられます。あ、新品があるんですね。あります、あります、はい、なるほど、じゃあこんなのも取り替えられると、はいはいはい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。まあ、もう7シリーズなんで、そうですね、もう基本装備に関してはもう全て付いてる感じで、付いてます、はい、あ、これ付いてないのかっていうのは基本的にあんまりないですよね。ないと思いますね、はい、で内装はもう本当にシックな感じで、もう基本を全部押さえてるんで、そうですね、網羅してますね、はい、レザーにウッドに、この BM のこのウッドいいですよね。そうですね、はい、ちょっと木目がこうはっきり分かる、はい、ちょっとツヤのある
黒のベースのウッドでこの木目がちょっと白っぽいというか、はい、ちょっと木目が強調された感じで、そしてステッチなんかもしっかり入ってますね、はい、そしてシートもちょっとおしゃれですよね。そうですね、ダイヤモンドステッチとこれちょっとなんていうんですか、グレーというか、はい、ライトグレーみたいなこうパイピングも入ってて、はい、非常にラグジュアリーなシートになってます、はい、てます。で当然こう張り出しなんかはちょっと低めで、そうですね、抑えめになってますね、はい、ゆったりした感じですよね、はい、で調整の幅なんかもかなり細かく調整できるんじゃないでしょうか、はい、一応マッサージ機能とかもついてますんで、あ、まあはい、なるほど、快適に使えるかなと思います。もうなんかここも黙る7シリーズですか、はい、はい、そしてスピーカーなんかはこのハーマンカードンが標準でついてきてるようです。そしてインパネもちょっとダッシュボード、はい、ステッチ入ってレザーでかなり高級感がありますね。でヘッドアップディスプレイもしっかりついてたりとか、あとはメーターはこの枠だけこうついてるんですけど全部液晶タイプ、液晶になってますね、はい、でナビゲーションだったりはもう、まあ、定番の感じですね、はい、大体もう基本のところは他のモデルと共通ですから、はい、変わらないですね、使い勝手に困ることはないかと思います。はい、じゃあ続いて中乗ってみたいと思います。よいしょ、内装はこんな感じです。もうさすがの7シリーズ広々です。広いですね、はい、そしてステアリングに関しては、まあ、BM 全体言えますけどちょっと太めの太めです、ね、はい、しっかりした、はい、そして装備に関してはもうこの辺も申し分ないんじゃないでしょうか。そしてヘッドアップディスプレイもしっかりついてますし、この辺もで装備に関してはこの辺シート関係ベンチレーション、はい、シートヒーターもちろんしっかりついてて、はい、マッサージに関してはドアの方に、はい、ついてると思います。でナビに関しても BM なんで、まあ、この辺は問題ないんじゃないでしょうか。アップデートもできますしね、できますね、はい、ディーラーの方で、なんでこの辺も申し分ない感じで。でメディアに関しては全部テレビも Bluetooth も CD、DVD もいけるんですね。いけます。最近みんななくなってますよね。ただ今回の7シリーズはちゃんとスロットルもついてるんでその辺も使えちゃうと、はい、板尾さんの iPhone なぜか私の iPhone も、はい、登録されてございます。そして USB だったりもしっかりついてると。そしてこの辺がモードの切り替えと、はい、まあ、シフトも他のモデル共通な感じでちょっとカーボンのカバーが後付けですか、ついてると、ね、そしてこの辺カメラ関係、はい、ちょっとかけてみましょうか、はい、この辺がカメラ関係、サラウンドビューと、はい、カメラ関係もしっかりついてる。そして板尾さんおすすめポイントとしてはこのカメラがすごい、カメラがねこういう風にもう外から、あー、こう前の景色も、すごい、はい、普通にちゃんと走ってる車も見えるんですね。これ自社はアニメーションですけど、はい、周りの車は実写っすね。実写なんですよ。でこれドア開けるとちゃんとドア開けた、わわすごい、これドア開いてますね。すごい、これすごいっすね。じゃあ例えば止めて、はい、帰ってきたら周りのその車が入れ替わって、はい、駐車環境が変わったというか、そうですね、でも、はい、いちいちこう降りて確認しなくても、はい、見ること可能ですね。こうやってこれを回せば確認できちゃう、はいはい、確かにこの手の車でいちいち降りて大丈夫かな、はい、なんかないかなとかダサいっすね。そうなんですよ、はい、やっぱりここはスマートに、ぐるっとこう、これすごいっすね、はい、よくできてます、はい、こんな機能がついてます。そうですね、今みたいにこう上からこう、あ、なるほど、見るようなのもできちゃうと、はい、わわわわ、すごい。でそれぞれのカメラなんかもしっかり、そうそう、でこれが全部連動してるのすごいですよね。そうなんですよ、はい、はあ、こんなのもしっかりついてると、まあ、その辺の装備がやっぱり充実してるのってこう、してますね、はい、フラッグシップのこのモデルのこの辺のモデルの、はいはい、醍醐味というか、ね、ありがたいところですよね、はい。そしてこの辺車高の上げ下げなんかももちろんエアサスですからできますね、はい、できますし、はい、でコンソールに至ってはこんな感じでちょっと狭いというか、ね、ちょっと容量少なめですけど、で一応ここにあの、はい、なんていうんですか、ディスプレイキーの、はいはい、ホルダーが、ホルダーというかこれあれですね、充電器ですね。ああ、はい、なるほど、非接触の、はい、接触の、え、じゃあこれってあれですか、携帯挟んどけば携帯も充電できる、充電できると思いますこれ、はい、なるほど、この辺がついてると。でUSB とシガがついて、ついてますね、はい、内装に関してはこんな感じでしょうか、はい、はい、で今回の車はレーダー探知機が後付けされてます、はいはい、こんな感じの内装になってます。じゃあ続いて後ろの席も乗ってみたいと思います。なんかショートでも結構ありますよね。結構そうですね、ドアの大きさは、ありますね、ドアの大きさは。で後ろの座席はこんな感じです。
まあ、ちょっと足の短い僕セッティングになってますけれども、まあ、ショートでも全然広々っていう感じですよね。ゆとりはありますね。はい、ちょっと乗ってみたいと思います。あーもう全然ゆったりです。全然ゆったりだし、もう何でしょう、シートいいですよね。ちょっと過去最高クッションが柔らかいかもしれないです。ちょっと確かに柔らかめのセッティングになってますよね、はい、だいぶコンフォートです。もうそのまま寝ちゃいそうな感じです、ね。はいはい、そして足元は全然広々です。バックレストにもちゃんとなんかウッドのパネルがついてたりとか、確かここあれですね、アンビエントライトが、あ、なるほど、間接照明がここに入ってるわけですね、はい、そしてエアコンの吹き出しもあったりとか、当然エアコンは4ゾーンに、4ゾーンですかこれ、はい、シートヒーターもしっかりついてて、そしてでかいこのアームレストが前よりはるかにこう容量のあるこのようになってます。なってますね、はい、そして跳ね上げれば、はい、わあもう全然超広々ですよ。そうですね、はい、いい感じです。で後ろは、まあ、照明がついてるけど、こうバニティなんかはない感じで、こんな感じになっております。そしてこの辺のクラスおなじみのシェードもしっかりついてますんで、こんな感じで使えます。で後ろも当然別で、うわーもう高級車のお手本ですね。そうですね、はい、素晴らしいです。こんな感じになってます。はい、じゃあ続いてトランクも見てみたいと思います。トランク、はい、当然足で開けるのもついてるみたいなんで、こんな感じで。そうですね。そして BM 全シリーズ言えるかもしれないですけど、はい、トランク広めじゃないですか。広いです BM って。広いですよね。はい、はい、広いです。でさすがに7なんでこう座席は倒せないですけれども、そうですね、倒すまでもないぐらい、はい、広さは確保できてますね。広いっていう、まあ、しかもここもしっかりえぐれてますしね。そして後ろこのあれ下側の収納はないですね。下ないですね。ないですね、はい、なるほど、はい、ここぐらいですね。ここに、まあ、なんですか、ちょっとしたものが入るスペースはあるんですが、なるほど、救急セットとかその辺が入っちゃってますんで、はいはい、少しこの下に置けます。トレイがついてるぐらいで、はい、この下とかはない感じ。ない感じですね、はい、そしてこの辺は全部当然のようについてると。はい、じゃあ続いてボンネットを見てみたいと思います。ボンネットは BM 恒例の2回引きをしていただければスムーズに開けられます、はい、でエンジンの方が3リッターターボ、はい、直6なんですね。直6ですね、はい、で意外や意外、なんかこう V8 から直6なんでちょっと寂しい感じするかなと思いきや、はい、全然、まあ、カバーがあるのもあるんかもしれないですけど、はい、なんかしっかり、ね、しっかり、はい、存在感ありますね、はい、で馬力が少し控えめの326馬力になってます。なるほど、はい、ただまあ車すごく軽く作ってますし、はいはい、カーボンコアでしたっけ。そうですね、はい、まあ、十分駆け抜ける喜びは。そうですね、はい、乗ってみていただくと分かるんですけど、もう本当に、まあ、いいんじゃないこのエンジンでっていうような、まあ、力強さもありますので、はい、全然十分だと思います。なんかもう最近馬力戦争みたいになってきて、そうですね、なんか400馬力500馬力当たり前みたいになってるんですけど、はい、300超えてるって、はい、まあまあ、もう全然十分というか、だと思います。まあ、一昔前だったら国産でもだって280馬力だったじゃん、はい、そうですね、規制ありましたからね、はい、他のに比べちゃうとあれちょっと控えめかななんて思っちゃうんですけど、十分な走りを楽しむスペックは、ね、はい、まあ、当然 BMW ですから、はいはい、まあ、一番そのエントリーモデルというか7シリーズの一番お買い求めやすいモデルではあるんですけど、はい、まあ、十分、そうですね、はい、まあ、ちょっとこの後乗って、そうか、あの体感していただければ一番いいかなと、はい、見ていいってことなんで、ね、はい、ちょっと今回もちょっと試乗して乗ってみたいと思います、はい、でしっかり補強なんかはやっぱりこの辺抜かりないんですよね、はい、そんなエンジンルームになってます、はい、じゃあ続いて天井周り見てみたいと思います。お願いします。はい、じゃあ続いてこちらの鍵のちょっと紹介を、はい、で一応こちら液晶パネルがついている状態になっています。
あの車の現状の状態が確認できるキーにもなっておるんですけれども、まあ、確認するだけではなく、まあ、どうしても車幅が1メーター90もある車ですので、細いところに止めたいとかっていった時に、まあ、車の方を人が降りてから、駐車させる機能っていうのが取り付いております。で、今これ車両情報ということで、まあ、ライトオフになってますよですとか、航続距離、365キロあと走りますよですとか、まあ、いろいろ見ていただけるのと、あとは、まあ、エアコンとかですね、暑い日寒い日、あらかじめ時間を設定していただいて、まあ、エンジンスターターではないんですけれども、エアコンを入れておくということも可能です。で、これがまあ今お話ししました、リモコン操作駐車っていうのがついてます。で、車両の方、エンジンオフにしていただいている状態で、パーキングに入っている状態からスタートするんですが、まずこちらを押していただいて、今車とリモコンを、つなぎ合わせる接続作業をしています。で、これ近くにいないとできないものになるんですね。もちろん見ながら操作していただかないといけないっていうのがあるので、で、今これで、準備完了なんですが、ここにその駐車のためのスイッチがございます。で、これを押しながらですね、スタートって出ますのでスタートさせます。で、今これでまた、今エンジン多分かかります。これでかかりました。で、操作中は押しといてもらうっていうルールになります。で、あくまでも前進と後退しかできないこれものになってるんですが、前進させるときは、うわー、こんな感じですね。で、これ今まっすぐにしか行ってないんですよ。はい、わかります、はい、で、手離していただくと止まります。で、おそらく車とかちゃんと置いてあれば、まあ、センサーというか、360度のカメラもついてますし、いろんなセンサーを使ってハンドルを切ってちゃんと入れてくれるっていうところになってます。で、ちょっと車置いとくの怖かったんで、ごめんなさい、起きませんでした。あ、なるほど。今回デモなんで、デモなんで、はいはい、もうすごく安全な状態でやってますけど、はいはい、で、一応、前進に関してはハンドル切ってちゃんと入れてまっすぐ入りますよってなってるんですけれども、後退させるときはまっすぐのみしか下がってこないっていうことなので、まあ、入れて下げて出して人が乗っていただいて、あとは運転してくださいっていうようなシステムになっています。はい、まあ、どのみち後ろに障害物があればもうそもそもバックをしないようになってるんで、その辺の安全面なんかも十分確保されてる。されてますね。はい、だから本当に狭いところに止めてドアをこうそーっと開けてってなってくるとスマートじゃないですから、車から降りてリモコンで出し入れができちゃうっていう、すごいですね、やっぱり。そうですね、ちょっとこのキーがついてたんでちょっとやってみたかったんです。ただそれだけです。板尾さんのちょっと興味本位、興味でやってます。はい、で、やっぱりこのディスプレイキーがついてるのって5678ですよね。そうですね、やっぱりこれ以上やりますと落ちますんで、はいはい、その辺は見てくんないですか。これは多分この段差は多分見れないと思います。あ、なるほど。はい、じゃあ本当に大きいなんかぶつかるような障害物に関しては、はいはい、まあ、見てくれますけど、ね、まあ、地面の段差なんかは細かくは。そうですね、これはちょっと正直落ちてるだけなので、ここに例えば柵とかがあればまた別なんでしょうけ ど、はいはい、まあ、ちょっと十分な注意が必要ですけれども、はい、こういった便利機能もしっかりついてま す、はい、じゃあ行きましょう。ていうか板尾さん今気づいたんですけど、はい、これディスプレイキーほぼ未使用じゃないですか。これ新品です。新品なんですか。おそらくなんですけど、はい、前のオーナーが買った時にこれついてなくて、はい、で、前のオーナーさんが用意されてるんですね。そうなんですね。10万円ぐらいするそうです。ですよね、はい、これめっちゃ高いんですよね、はい、ほぼ未使用じゃないですか。はい、そうなんです。箱に入ったままいただきました。ちょっと傷つけないようにセットしまして、はい、はい、いきましょう。うわー、やっぱりちょっと大きいです。大きいですよね。はい、あ、でも、はい、まさにこういう時ですよ。そうなんですよ、ちょうどこう見えない時に、はい、このフロントカメラ、うわー、素人丸出しみたいなことしちゃいました。はい、こうやっちゃったんですけど、ここを見ろよっていう。そうですね、大宮店のこのちょうど1台分のこの出口も難なく出れると思います。じゃあもう全然サイズ感とかいうか。そうなんですよね、これがついてるとおそらく気にしなくていいじゃないですか。はい、少しちょっと運転が苦手だっていう方も、はい、まあ少しは安心して使っていただけるのかなっていう気はします。いやいや、全然十分ですよ。は
ね、内輪差とかもありますからね、はい、ちょっとその辺も確認しながらいけると思います、ね、うわちゃんとシートベルトも引いてくれて、はいはい、さりげなく僕もうマッサージ使ってますけどお尻の下をめっちゃ押されてます今いつの間に、はい、もうすごいコンフォート、コンフォートこれすごいですよね、はい、なんかねあれなんですよ、すもう本当にあの高級車のお手本ですね、快適な、うわめっちゃソフト。でもなんすかね、やっぱりちょっと BMW ってこう、はい、7シリーズでもちょっと軽快な走りしますよね、はい、そうなんですよ、なんかここどっしり感ももちろんあるんですけど、なんかすごく軽快な走りを、そして静か、静かなんですよ、ほんと音入ってこないですよね、めちゃめちゃ静か、エンジンかかってんのこれ、いやほんとっすね、はい、あこれすごい、まあ後で多分加速とかやると思いますけど、はいはい、また踏んだら踏んだで面白いんですよ、はい、全然こう740でも見劣りしないですか、はい、全然大丈夫です、なるほど、もうだってこうステアリングなんかこう適度な重さというか、はい、BM 全般ちょっと重めじゃないですか、はい、ただこう適度な重さでペダルもペダルタッチもすごく自然です。でそして、はい、モード切り替えで多分その辺のステアリングとかも、はい、まあ、個別に、まあこうはい、ハンドルだけスポーツにしたりとかっていうのもできるようになったりしますね。あ、こっちですね。はい。はい。あ、スポーツにするともれなくアイドリングストップもオフになります。なりますね。はい。なりますね。なるほど。うわあ。あ、結構違いますねそうなんですよ、でも、はい、ベースやっぱりすごくコンフォート、はい、もともとがやっぱりいいですね、はい、他のモデルのスポーツみたいなそんな感じじゃないですね、感じじゃないですね、うわー7いいな、これ優雅に入ってきて、ちょっとまああの装備の確認とか、はい、もちろんちょっと問題ないかとか確認するのに試運転するんですけど、はい、はい、まあ、その時にちょっとこれ欲しいなと思って、これいいですね、思わずちょっと見積もり作っちゃいました自分で、いやこれファミリーユースというか家族いる方でも十分じゃない、十分というか十分ですよ本当に、だってこれだけトランクスペースあって後ろこれだけ広かったら、はい、別に無理にこうワゴンとか、そうですね、はい、しなくても SUV とか買わなくても、はい、ただこれ乗ったら多分社長にお前は社長かって言われそうな感じで買えねえっすね、そうっすね、なんでしょうねこのオーラが出ちゃいますよね7シリーズとかって、そうなんですよ、でもうちの某社員買いましたよ、7、某社員買われたんですか、はい、7、はい、7乗ってますよ、すごいな、まあ鬼ローンだと思いますけど、そうですね、でも正直7シリーズってこう新車からこう最小のこう車検ぐらいでこうすごくグッてこう値段がやっぱりどうしても、まあ車のキャラクター的にどうしてもコンフォートな車になればなるほど、そうですね、そういう傾向ありますよね、かなり買いやすいお値段にはなりますからね、本当に中古で買われる方ってすごく、そうですね、ちょっとまあ新車だと1000半ばぐらいまでいっちゃったりしますけど、それが数百万、数百万っつってもまあそこそこしますけど、はい、だいぶお買い得な感じにはなりますね。ですよね。ちょっとじゃあ恒例の740を少しだけ。お、全然超パワーあるじゃないですか。そうなんです、はい、意外と意外ですよね。いやもっと余裕で床まで踏めるかなと思ったけど、はい、ちょっとやめました意外と意外とちょっとあの最初からドカンではないんですけど、はい、ぐわーってこうなんですかね、力強いっすね、はい、いやいやいや全然全然十分ですよそうなんですよ、そうなんですよ、はい、意外とこれ、ね、いやいや63シリーズとか、はい、750とかあの辺の乱暴さ、はい、乱暴って言っちゃあれですけど、はい、こうみなぎるパワーっていう感じじゃないですけど、まあ必要十分な加速ですよね、これちょっと試してみて、お、これいいなこれと思って、いいですね、はい、でパドルもついてるし、
燃費もね結構こう、まあこれちょっと前の方からのあれですけど、はい、今 8.7 になってますかね。え、はい、これで 8.7 走るんですか、はい、ほぼ9じゃないですか、はい、別に高速メインで使ってた方とかっていうわけじゃないですよね、はい、じゃないですね。結構まあ移動はされる方みたいだったんですけれども、はい、まあ、実際ちょっといろんなこう情報とか拾ってみても、はい、燃費、まあ、このくらい走るらしいんですよ、ね、でちょっと頑張れば10いくみたいな。いや僕の前のさ、はい、ミニより燃費いいっすよ。燃費いいっすよ。ミニより絶対燃費いいと思います。そうなんですよ。本当っすか。そうなんですよ。僕の前のためにスーパーチャージャーマニュアルはもうガンガン踏むと全然8とかそういうレベルじゃないですよ。そうなんですよ。燃費もいいんだと思って。これ本当にお買い得っすね。そうなんですよ。もう本当に車がまず静かじゃないですか。静かですね。で外の音がほぼ聞こえないんですよ。入ってこないですね、はい、びっくりしますよね、はい、これほら、ね、本当ですよね。これだってガラス、ね、あ一応合わせガラスになってるんですね。はい。本当遮音性高いですよね。ほら、ね、全然入ってこのすれ違う車のだってロードノイズが聞こえないんですよ。こんなに静かでしたっけ7って。いやどうなんですかね。ちょっとなかなかそんな乗る機会もないんで、あんまり。そうですよね。私運転ぐらいしか私もしないんで。すげえな。え、これいくらですか。これ今598で出してます。はい、5キッパです。マジっすか。まあ、距離がちょっと2万弱っていうのもあって、はい、まあ、距離的なところと、はい、めっちゃ安くないですか。うん、だからだって半額以下っすよ。本当お買い得なんですよ。だからちょっとこう頑張れば買えちゃうかなと思って試算をしてみたんです私。はい、いやでも本当に言い方良くないかもしれないですけど、はい、ちょっとこう63シリーズとかってまだちょっとこう値段残るじゃないですか。そうですね。本当にアウディのこう、はい、フラッグシップこう、はい、8とか、はいはい、BM の7買う人ってすごいなと思って、はいはい、すごいですよね。すごいです。すごいと思うんですよ。なんかこうやっぱりこうどこかで特に僕みたいな貧乏人とかだと、はいはい、こうリセール考えちゃうじゃないですか。考えます考えます、はい、もちろん考えます。もう車がもうどんだけ良くても、はい、やっぱりちょっとこう手放す時のこともそうなんです。どこかによぎるじゃないですか。そう、もうね頭の中でもうそれも僕考えましたもん。これ3年乗ったらどうなんだとか2年乗ったらどうなんだとかって考えましたからね。そうするとやっぱりこの辺とか乗られてる、はい、まあ、法人登録も多いんですかね。そうですね、法人さんで使われてるケースも多いと思いますよ。はい、すげえな。とてもちょっと新車で買う勇気が。そうですよね、なかなか相当余裕がないと。そうですね、はい、なんかこう前に某営業の人が言ってたんですけど、はいはい、ずっと言っちゃっていいのかな、 BM の、はい、5シリーズを買われるお客様がいて、はい、で、まあ、正直その、まあ、出るために新しいのに乗り換えてくれるお客様らしいんですよ、はい、で正直そうリセールもあるんで、はい、なんですか、減っちゃう金額結構ありますよってい いう。そうですね、はいはい、話もやっぱりするらしいんですよ。しますよね、はい、でもお客様からすると、はい、いやいやそれでいいんです、うん、っていうかもうそのなんで5シリーズ買うかっていうと、はい、ちゃんとしてる風に見えるでしょ、はい、見えるでしょって、はい、あ確かにそうだなと思って。そうですね、はい、7シリーズとか5シリーズとか、まあ、うちはみんないじっちゃいますけど。そうですね、まあ、確かにノーマルで乗られてる方って、はい、まあ、確かになんかちょっとこう硬い職業の方とか。そうですね、多いですね、はい、まあ、もちろんその見た目じゃ見た目っていうかその外見とかその見た目で判断するわけじゃないですけど、はい、やっぱりそこも重要じゃないですか。そうですね、だからいくらこう目減りしてすごく金額がガクッて下がっちゃっても、はい、その方はずっと5シリーズ。5シリーズを、はい、だからもう全然こう M5 とか乗れる財力があるんですけど、そうですよね、まあ、そこには行かずに。そう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 、はい、だから540とか530とか、はいはい、ずっと乗り継いでるっていう。アンビエントライトもずっと今まだ明るいからあれですけど、あラインでここずっと入ってるんですよね。
車両設定で、そうですね、変えられるわけですね、はい、車両設定、ライト、インテリアライト、あーなるほど、はい、あ、ね、ブルーとか、はい、ブルーになりましたね、グリーンとか、はい、今多分ちょうど中間の明るさぐらいだったので、なるほど、はい、強くすればもっと強くなりますね。もうちょっと今更ですけど、僕がこの T シャツで乗る車じゃなかったですね。またそれがいいじゃないですか。それがまたおしゃれで、こう、またおしゃれでこう。うわあ、もう全然早いっすよ。早いんですよ。早いんです。駆け抜ける喜びだな。そうですね。駆け抜ける喜び。喜べますこれは。喜べますよこれは。静かに早いんですよね。なんか滑るようにというか。すげえコンフォート。びっくりしました。もしかするとその面白さっていう面ではないのかもしれないですよね、はい、なんかちょっとこうそこを求めちゃうと、あ、ワクワクするかって言ったら、まあ、もちろんその役付きモデルとか、そうですね、かもしれないですけど、もう平均点が高すぎます、高級車としてのきっと僕は乗ったら飽きちゃうのかなっていうので、いや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 、いやこれはいいですよ、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。これ入っちゃっていいですか。大丈夫ですよ。じゃあね、これで見とくと、もう完璧じゃないですか。伊藤さん見とくと、これちょっともう、あのカメラついてなかったら僕この角度で入れないです。ちょっとね、そうなんですよね、僕らは毎日入れてるんで、なんとなくもう感覚つかめてきてるんで、はい、ある程度大きくてもいい行くんですけど、やっぱりお客さんとか結構困る方いらっしゃるぐらいなんで、いやいや、結構そのサラウンドビューついてる車って、はい、まあ、別に今の時代珍しくないじゃないですか。珍しくないですね。なんですかこのボディサイズとこの完璧にマッチしてる感じ。感じ、そうですね、はい、しまいにはこのカメラがなんか障害物近づいてくると急に画面が切り替わったりするんで、はい、ちょっと慣れが必要かもしれないんですけど、やっぱりこの7のこのボディサイズだとめちゃありがたいですね、はい、そうですよね。こうやって隣との車のちょっとこちら側は、はい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 、あの間隔がどのくらいかっていうのも見にくいですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで今回はボンドカーズ大宮より BMW740i M スポーツをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。